1月22日金曜日の全国の天気をお伝えします。前線が通過するため東日本から西日本にかけて、そして東北など広い範囲で雨や雪が降りそうです。それでは詳しい予想を見ていきましょう。朝から雨の降るところが多くなりそうです。特に西日本から東海地方に関しては一時的な強雨や雷雨の恐れがあります。沖縄でも雨が降ったりやんだりで低地の冠水が発生する可能性もあるため注意が必要です。また東北の日本海側、午前を中心に雨が降ります。北海道でも道北周辺はにわか雪にお気をつけください。それでは続いて風予防指数です。指数で見ていきますと、特に北日本から東日本では警戒レベルというところが多くなっています。西日本に関してもやや注意レベルというところがほとんどですね。風邪をひきやすい季節がまだまだ続きそうです。これまで以上にしっかりと手洗いやうがいなどを行ってください。